入りたいな、泳ぎたいな、沈みたいな。いや、頑張った。みんな来てるんだから先走って遊んでどうする。お待たせしました。やはりシロウが一番乗りでしたね。あ、セイバー。どうでしょうか、シロ。水着は初めてなので馴染めているか自信はないのですが。いいか悪いかで言えばとんでもない。ありがとう。シロウの水着もよく似合っています。ああ、よかった、ありがとう。で、遠坂とかはどうしてるんだ。リンたちもじき来るでしょう。更衣室に入ってからは別行動でして、プールサイドに行くのは早い者順だと話し合っていたのですが。そうですね、着替えという点では私たちの方が楽ですから。さくらたちはもうしばらくかかるかと。その様子からすると大切な話をしていた時に割り込んでしまいましたか。いえ、そのようなことはないのですが。そうですね、驚かされたというのは事実です。素直に敗北を認めましょう、ライダー。私もあなたの半分でいいから身長が欲しかった。セイバー、言いたくはありませんが、敗北感に打ちひしがれているのは私の方です。あなたは自分の素晴らしさが分かっていない。私の方こそせめてあなたの10分の1でもがあれば。なんで打ちひしがれているかは分からないが、ライダーの水着姿すごくかっこいいぞ。セイバーと並んでると古今東西のごちそうが並んでるみたいだ。シロウの気持ちはよしとしますが、その表現はいただけません。かっこいいなど言われて喜ぶ女性はいないでしょう。